ちゃんおはよう。うん、みーちゃん涼しいね。今日もね、お母ちゃんちょっと今日会社行くね。お仕事だよ。足でバイバイしてくれたり、尻尾でバイバイしてくれるんで行ってきますね。このまんま電子レンジでチンして食べられるという。陸に近づいた時、ちょっと味気ないけど。が飛び散るね、わざわざサルヤゴスのね。うん。あと、キノコ。と、キノコいろいろと、シシトウのオイスターソース炒め。あとは冷ややっこに、佃煮。いただきます。いただきます。さっきにさ、こうやってさ、立ててさ、うん、大ちゃんがさ、チュール食べてるとこさ、ずっと撮影してるつもりでさ、いろいろ喋りながら撮ったのにさ、撮ってなかった。撮影してる。じゃあ、大ちゃんばっかりでもあれだから、麦ちゃん撮るねって言って、こうやってひょいひょいで動いてる。ねえ、麦ちゃん。どうしようもない。どうしようもない。またまたうるさいね、もういつもね。虫が捕らえない二宮じゃなくても怖い。ティッシュが降ってる。刺される。最悪、死に行かん。やっぱ違うよね。なんか、第一クォーター終わったの、大ちゃん。勝手に出てくるんじゃなくて、昆虫が厳しい顔になって。お腹がハーハー言っとる。ツンツン、ツンツクツン、ツンツクツン。よし、休憩終わり。第二クォーター。ブーン。第2クォーター終了。凱旋しました。やっぱなんかドラえもんっぽいんだよな。シリが持って帰って
持って帰ってきた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 、かわいいかわいい。まだ終わるのはちょっと早かったね。これ嫌じゃないよ。ハッピーって言われる。先生これ嫌じゃないの。楽しい思い出使い込もう。いいだよね。お気に入りはこの色、その色、この色。ほら、血管が浮き出た。大事な目的。もうちょっと。もうちょっと引かないとダメ。落とさないでよ。大ちゃん抱っこされて。足が人間の三歳児みたいな。だけどその真ん中に尻尾がある。もうちょっとこっち見て。うん。かわいい。本当人間の赤ちゃんみたいな抱かれ方するな。ちゃんどうよ。もうちょっとどう。気持ちいいね、涼しくて。ご視聴ありがとうございました。また見に来てや。ほんまやで。チャンネル登録してくれたら嬉しいんや。ほな、またな。バイビー。